爆発させます。ご注意ください。皆様、本日は遠方よりようこそ国立公園那須高原にお越しくださいました。この度東野交通那須ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。ロープウェイは山麓駅を後にして山頂駅まで812メートルをおよそ4分で結び、海抜1915メートルの茶臼岳9号目に到着いたします。この茶臼岳は那須連山の主峰で関東を代表する活火山であり、今もなお白い噴煙を吹き上げております。ロープウェイは昭和37年10月20日に運行を開始し、平成14年4月27日にリニューアル工事により車掌を含め111人乗りのゴンドラ林道号と滑降号を運転しております。まもなくゴンドラの交差するところが中間です。ゴンドラの速度毎秒5メートル、時速18キロメートルでございます。進行方向右手をご覧くださいませ。右手に2つの山がご覧いただけております。熊笹の美しい低い方の山は鬼の面と書きまして鬼面山です。三角に尖った岩肌の険しい高い山は海抜1896メートルの朝日岳です。こちらからはご覧になれませんが、この山の裏側には三本槍岳、素朴な三戸小屋温泉がございます。その付近には鏡沼や高山植物の宝庫といわれる清水平がございます。まもなく支柱を通過いたします。通過しますとゴンドラが前後に揺れますのでご注意ください。はい、通過いたします。ゴンドラ揺れますのでご注意ください。まもなく茶臼岳の9号目1684メートル那須山頂駅到着でございます。山頂駅より河口まで大人の方で片道およそ40分から50分でお登りになれます。ぜひ足を伸ばされまして、神秘的な河口とその道すがら、可憐なコケモモ、ガンコウランなど奥那須特有の高山植物がお目にかかることでしょう。お登りの際は登山道をお歩きください。まもなく到着です。到着の際少々揺れますので足元にご注意ください。なお登山されるお客様、ロープウェイは風が強い時および雷が強い時は、まもなく山頂駅に到着いたします。到着いたしますとゴンドラが横方向に揺れますのでご注意ください。またゴミや空き缶などのお持ち帰りをお願い申し上げます。ゴンドラ横に揺れますのでご注意ください。扉開きます。ご注意ください。扉開きます。ありがとうございました。足元お越しください。ありがとうございました。